絵の先生カズです。今回は斜めから見た時の横顔を美しく仕上げるコツについてポイントを交えながら制作工程を紹介したいと思います。今回の紙はウォーターフォードを使用しました。ウォーターフォードの特徴は柔らかいにじみがとても綺麗で、ウェットインウェットやグラデーションなど作りやすいです。また表面もかなり強いので筆やスポンジでのリフティングにも向いています。まずは画面上を水で濡らしてウェットインウェットで描き進めます。今回は下書きをしていません。バランスを見ながら徐々に形と位置を決めていけば下書きはなくても描き進められます。ウェットインウェットで描き始めれば足したり引いたり描いたり消したりがある程度できますので、下書きなしのゼロから始めるのも全体のバランスを見ながら描き進める良い練習になると思います。これは鉛筆と消しゴムで進めるデッサンにも共通します。今までの動画でも何回か紹介していますが、今回も三原色で描きました。使った色はフタローブルーレッドシェード、ピロールレッド、イミダゾロンレモンの3色です。この3色を使った理由は混色によってくすんだ色から鮮やかな色まで出しやすいからです。また三原色は限られた色でたくさんの色を作るため統一感のある絵に仕上がります。そろそろ今回の基準となる花の位置と形を決めていきましょう。花のラインは柔らかく緩やかにカーブしています。花の傾きや長さ、幅など慎重に形を整えます。たっぷりの水で絵の具を溶いて薄く進めます。この鼻を基準に目と口を描いていきます。目のシルエットを入れて左右のバランスを見ます。ここで注意するのは左右の目はこんなにも高さが違うということ。また形にも注目します。手前の目と奥の目、こんなにも形が違います。奥の瞳を描いていきます。奥の目は上まぶたが眼球の上に回り込んでいます。目の形はアーモンド型というのは皆さんご存知かと思いますが、斜め横から顔を見ると左右でこんなにも形が違います。斜め横から顔を描くときは顔面の左右の差に目を向けてみてください。よく観察するといろいろな違いに気がつきますよ。今の段階では一箇所を集中的に進めるよりも全体の完成度を徐々に上げて進めていきます。目尻、目頭、口元など要所となる位置を入れバランスを見ます。頭の中で常に水平垂直の線を引き、高さと位置のバランスを見ます。例えば目頭を垂直に下ろすと口のどのあたりに来るかなど、頭の中で垂直に下ろすのが難しい場合、はかり棒や定規などを当ててみてもいいと思います。目、鼻、口の位置がだいたい決まったところで顔の輪郭と髪の毛を入れていきます。まだまだこの段階では薄く描いています。このあたりから頬や額の細かい凹凸や立体感を出していきます。筆跡を残したくない部分には水のみの筆でグラデーションを作り動かします。次に耳の位置です。この耳の位置はとても大切になります。少し顔の比率の話をしたいと思います。成人の場合、頭のてっぺんから顎の先の真ん中に目の位置がきます。これはご存知の方も多いと思います。そしてその長さは耳の位置にも関係してきます。顎の先から目の距離、これは目尻から耳の後ろの距離とほぼ同じになります。意外に見落としがちですが、目から耳までの距離は思ってる以上に長いです。顔を描くときの大きなポイントの一つになります。さて再び目を描いていきます。角膜の中に黒い丸を入れます。瞳孔です。今回は少し斜めからの横顔なので角膜が楕円状に見えます。なので虹彩といって角膜の色のついている部分も楕円状になります。角膜を塗る際にハイライトで光っている部分を白く抜くのも忘れずに。瞳が入るとだいぶ雰囲気が出てきますね。そして髪の毛を濃くしていきます。濃くしながら形も整えていきます。髪の毛が濃くなったことによって
頭の形がはっきりとしてきました。顔全体のバランスを比較することができるようになりました。バランスがいいようならば細部へと進みます。ここで眉毛も1本ずつ入れていきます。眉頭から眉山、眉尻の方向へ毛並みに沿って丁寧に入れていきます。個人差はありますが、眉頭付近では上に向かって生え、眉山から眉尻にかけて下に向かって生えているのが一般的です。眉毛を1本ずつ描いたら一旦乾かし、薄い色で眉毛の上に色を重ねます。まるでお化粧をしているようですね。輪郭線をぼかすことで眉全体の柔らかさを演出します。ここまで来て額にかぶる一本一本の髪を入れていきます。肌の色が決まる前に細かい髪の毛を入れると、肌の色を再び重ねた時に髪の毛の色が落ちたりするので、最後に入れるようにしましょう。これは眉毛も一緒です。ここで完成です。今回の動画はいかがでしたか？このチャンネルでは絵を描く時のちょっとしたコツやポイントを紹介しています。もしいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次の動画で。